山内さん、ルヴァンカッププレーオフステージ第2戦、鹿島アントラスター、アビスパ福岡戦、まあ、サポーターも、今日、待ち望んだとの思いだったりとか、っていうところはリスペクトしながら、本日運営を行っていきたいと思います。非常に大きな力が返ってくるというところになりますけれども、まあ、そこにしっかりフィーチャーされてはいますけれども、安心と安全を提供する、そしてチームクラブとして勝利を提供する、ここについては変わりませんので、しっかりですね、その雰囲気に飲まれずですね、我々やることをしっかりやって、今日一日、終えられればと思っております。どうぞ一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今までも拍手で一緒に戦ってきてるんですけど、やっぱ今までみたいに声を出すことによって、やっぱ一緒にこう戦えた感じがするので、いざ声出すってなったらちょっと、ちょっと緊張久しぶりで嬉しくて、なんかちょっと感極まっちゃうかもしれない。泣いちゃうかもしれない。喉をガラガラになるまで本気で応援したい。勝ってほしいかなと。声出てない時も選手の言葉が聞こえてきて、それはそれで良かったんですけど、やっぱり後押しするっていうことで、今日は声を出して応援したいと思います。鹿島ファイト、お願いします。声を出さないとなんか選手に届かないような気がしましたので、スタジアムに来て応援してても、やっぱ声が出せないで手拍子だけだと、本当にこれが伝わってるのか、後押しになってるのか、テレビの前で見てるのと何が違うのっていう思いもあったんで、やっぱ声の力は大きいだろうなと思いますね。鹿島アントラーズ！鹿島アントラーズ！
初の10分ぐらいでだいぶ喉がやられました、はい、人数少ないとあんまり思わないぐらいみんな声が出てるかなっていう気はします。声を出せるとやっぱり、まあ、サポーターの中での一体感だったり、まあ、絆だったりそういうのもやっぱり試合だけじゃ ないところでも生まれてくるのかなというふうに思います。三沢選手とかはこうリアクションしてくれてきたからもうすごい泣きそうになっちゃって本当に感動しましたけどすごい勝ちたかったです。喜ぶ時もこうあんまり自制せずになんていうんですか喜べたんで本当に素直に楽しかったです。大きな声を出して、まあ、飛び跳ねて、まあ、選手を鼓舞している姿を見て本当に、まあ、これが日常であり、まあ、これが僕らがもう一度取り戻したい、日常だと思ってますのでサポーターの、まあ、声があって初めて、まあ、サッカーが成り立っているというか、まあ、やっとこの前の日常がまだ小さいですけど戻ったというので、まあ、非常に感動はしました。やっぱり気持ちがすごい高まりますし僕らの背中を押してくれてるっていうのがすごいプラスアルファっていうのが加わった感じられた。普段出ないような一歩が出たりとか、まあ、悪い時は悪いこと言われますし、いい時はいいこと言われますし、その責任だったり受け止めてやるんです。